アラがとういてこんにちは。それでは今回なんですけども、D ポイント3倍、スーパーチャンス、メルカリで販売手数料無料、メルペイで梱包材もただに、LINE ペイでくら寿司のクーポンもということで、今回は D ポイント、あとはメルカリやメルペイ、そして LINE ペイの話題について大きく3つに分けてお伝えしていこうと思います。 それでは早速こちらですね、D ポイントスーパーチャンスということで、D ポイントカード提示で D ポイントが3倍もらえます。期間はまだ始まってなくて、来月からなんですが、出てる通り2019年の12月の2日から2020年の1月6日までとなっています。ま、このキャンペーンに参加するためには必ずエントリーが必要なので、ここは忘れないようにお願いします。で、還元の対象となる D ポイントカードなんですけども、今出てる通りですね、通常の D ポイントカード、D カードゴールド、D カード、D カードプリペイド、そして今ちょっと下に文字で出てるんですけど ですけどもよく d 払いとかにも入ってるモバイル d ポイントカードもご利用可能ということになってますそして申請されるポイントは d ポイント期間用途限定のタイプで申請上限はなしとなってますあと申請の時期なんですけども2020年の3月6日となっているのでまあ、キャンペーンが終わって約2ヶ月後ぐらいに反映されますね で、このキャンペーンで気をつけないといけないことは2点。D ポイントやクーポンを利用したら、その使った差額分がポイントの認定の対象となるということ。あとは、一部対象外のお店もあるので、ここはお気をつけください。まあ、こちらに関しては公式ページにも出てます。どんなお店が対象外なのかということですね。D ポイントの3倍キャンペーンに関しては以上です。 次はメルカリとメルペイの話題ですが、まあ、こちら以前も開催されていましたキャンペーンの第2弾ということになります。まあ、これはメルカリ利用されている方ではもうめちゃくちゃ嬉しいキャンペーンですね。まあ、今回は販売手数料だけではなくて、まあ、梱包材も加わってますね。メルカリのキャンペーンの詳細はもう省きますが、まあ、現在メルペイの画面を見るとこちらいつもクーポンが出てるタブを見たらずらりと梱包材無料が並んでるんですよね。まあ、ちょっと違和感があります。もう見た瞬間僕もびっくりしましたね。まあ、セブンイレブンとローソンでそれぞれありますね。 で、この無料クーポン使う時の注意点なんですが、まず店頭に在庫があるかということと、あとローソンの場合は、まあ以前のこれまでのメルペのクーポンと同様に、上限の枚数があるので、上限に達したらなくなっている可能性もあるので、なるべく早く取りに行くのがいいのかなと思います。まあこれは利用されている方で全然大丈夫だと思うんですけども、なのでこの2点に関しては注意が必要ですね。まあ以上がメルカリとメルペイについてでした。 で、最後、三つ目は LINEPay ですね。LINEPay ではちょくちょくクーポンが出てるんですが、まあ、個人的にこれはと思ったクーポンがあったんですけども、今出てる通り、くら寿司の200円オフのクーポンが出てます。まあ、この利用期間っていうのは11月の15日から11月の30日までとなってまして、1000円以上のお支払いでこれで200円オフとなるので、まあ、大体200円なので、二皿浮くっていのはやっぱ嬉しいですよね。で、あと、くら寿司の場合は、やっぱりなんといっても楽天ポイントが貯まるので、ちゃんと楽天ポイントの提示もお忘れないようにお願いします。 そんなこんなで今回は D ポイント、メルカリとメルペイ、最後に LINE ペイのクーポンについてお伝えさせていただきました。D ポイントのキャンペーンについては来月からとなっているので、とりあえずエントリーはしておきましょう。まあ、下にリンクを貼っておきますので、詳細が気になる方はぜひですね、チェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。